この次の心理テストはもうすでにもう終わってると言いますか、やっていただいております。ねえ、みんなやりましたよね。ねえ、気づいてるのか、あれ、なんこのなんかリアクション変な感じですけど、ちょっとこちら、ご覧ください、うん。して呼び出し、その待ち時間をカメラ6台でしっかりマッチング。過去にはバカを買いに行こう、出ました、名言汚してんじゃねえ。普段は見せない姿が垣間見えた控え室の隠し撮り、果たして今回はどんな肉声の姿が見られるのか、そしてそこから暴かれる真の姿とは。さあ、ということで、控え室に隠しカメラをセットさせていただきまして、はい、いろいろ真相心理を探っていこうじゃないかということで、気づいてなかった？全然全く気づかなかったです。どうした、てんちゃん。怖い、なんか黒いのありました、なんか部屋の端っこにあって、うん、でもカメラだと思わなくて、ほら、だから視界には入ってるけど、なんかそういうの常に考えてるタイプで、なんか今ここで事件が起きたらこの時間何時何分に人が死んだとか言って時計見たりとか。急にめっちゃ喋るな。さっきまで全然喋んなくて、うん、ということで、VTR にこれまとまっておりますんで、そこちょっと天野先生に見ていただきまして、気になったこの仕草言動などをね、そこからどういった人間か心理的に解説して。別に今先生は所さんのモノマネしてるわけじゃないよ。ここ上げただけでね、所さん上げますけど、確かに。松田と一緒に来た森田、一旦別々の席に座るも、すぐに松田の隣へ。とにかくどこへ行くにも松田にぴったり。そんな森田にはこんな癖が。お目当ての人を見つけると後ろからハグ。ターゲットを見つけては後ろからギュー。女子だね、なんかこういうのやるんだ。さらにどうしました、どうしました。怖いよ、松平はもう笑ってんの。ああ、見てんだ、めっちゃつぼるやん。見逃さないんだ。つまずきがつぼなんだね。松田はお姉さんだな。すげえ笑ってんね。私も好きだから、ネットって普通のやつ、ネット紙、ネットの人がなるやん。あ、一番大好き。今のでも松田十分だけどね。仲良しの森田とイチャつく松田だが、基本的にはコミュ力が高く誰とでも仲良し。ある時は、ナマズっぽい。やめてよ、なんでそうやって私だけブスな生き物。自ら変顔をし周りを楽しませる場面も。さらにテストの点があまり良くなく落ち込む山崎に対して、聞いたら、ママに報告してるの、隣さえ出てるの。ママ、なんか出る感とか出ないかな。話にも出ない。中学生の頃のね、いろいろな点数がね、10点とか20点。自らのおバカエピソードで最年少をフォロー。ムードメーカー的な存在だけど英語がちょっと苦手な松田里奈でした。続いて山崎店をウォッチング。てんちゃん席とともに一番乗りできた山崎、うん、つくやいなよ、食パン。
食パン一袋を丸ごと取り出して食べ始める。え、そのまま食べると？うん、しかも耳から耳から食べるタイプ。何にもつけないし焼かないの。本当だ。そして森田同様、松田が大好き。森田がいなくなると松田の隣へ。松田の取り合いなんだ。嬉しそうに話しながらスキンシップ。しかし森田が帰ってくると、何も言わずに元の席へ。しかし再び森田がいなくなると、何かキュンキュンしちゃう。甘えて抱きつくてんちゃん。その一方で、これ消していい？いいよ、消してくれるの？自ら率先して後片付け。子供っぽい一面としっかりした一面を合わせ持つ最年少の山崎でした。これはちょっと衝撃的な姿もいろいろね、スタジオがどんだけ猫かぶってるかってことだよね、はい、がもう証明されましたね。いきなりね、森田なんかもう女子って感じでしたね。このすぐくっつくやつとか、ね、くっつくやつとか、うん、なんでやるのあれ。女子は4姉妹の末っ子で、なんかお姉ちゃんにもよく抱きついてたので、ああ甘えん坊なんだね、うん、それこそ松田はお姉ちゃんっぽいもんね。そうですね、長女っぽい感じやっぱあるもんね。確かに天ちゃんのこのテストのママのフォローしたりとか、ああやってなんかいつも言ってくれるの。欅日記のお母さんって感じです、こちらのシーンがちょっとあるんですけども、はい、こう来て、はい、座り方がもう社長座りなんですね。肘掛けに深く座って、背もたれに背中をつけて、はい、肘掛けに肘を置くという。でこの座り方をして左右を均等に見たりずっとしてるんですね。でこれは支配欲が強くて、いい意味でリーダーシップを持った人の特徴なんですけども、まあ、全員の動きをチェックしてきちんとチームがまとまっているかっていうのをいつも気にかけてる人なんですね。はい、松田それどう見てるかもしれないです。みんなのこと、なんか多分自分も入りたくなっちゃって面白いことしてると、で一緒に笑いたくなっちゃう。自然とファーって写真とかも入ってたりしてたもん ね、 なんかね、俺もう考えられないもん、俺そんなんできない。いや俺も絶対できない。パンが急に食べたくなって、はい、買って丸々持って歩いて、はい、それを人前で出して食べると、はい、それでも平気だっていうのはもう基本的に山崎さんがさまざまなものに対して強い所有欲の持ち主だっていうことを、もう何でもたくさんあると嬉しい人なんですよ、ね。ですからもう街中でティッシュをもらったりして自分のものが増えたりすると嬉しい人なんですね。ないその森田さんがいない隙にスキンシップをするっていうのは、ね、動物が自分の縄張りにおしっこをかけてマーキングするのと一緒なんですね。マーキングだったんですね、はい、だから松田さんを自分のものとして匂いをつけて、うん、まあ、マーキングしてるわけです。どう天ちゃん、合ってる全体的にこれ先生の。合ってないですね。合ってない、ね、合ってない。でも先生ね、合ってる合ってる何ですかそれ。